しもたす。ちょいちょい下げてガスガス。マニヘブね、初日、はい、ペニーレーンが久しぶりですよね、僕らはですね。ペニーレーンが10、まあ言っても18年、17年、そうだっけ、18年ぶりですよ。前のあれがゼップでしたから、18年ぶりっぽい18年、2018年ぶりですね。ツアーがさ、初日札幌なんかこの感覚初めてだよね。確かにね、上、うん、そうです、一気に来たからさね、楽しみですよ。楽しみ。マニアック、これもマニアックですよね。マニアックですよね。これもね、この始まり方もね。新たなマニアック。MC でも同じことを言ってる可能性ありますね。これね。その動き何？いや、虫が飛んでたから。そうだ、ね。でもこう叩き潰すのもちょっと絵的にモザイクかける必要があるかもしれない。こうやって持ち上げましたね。空気圧で。コーヒーとかもいいんじゃないですか。マニヘブコーヒーね。マニコーヒー。マニコーヒー。農園にわざわざ、そうそうそう、見に行ってまだそこから、そこから、そこ行くでしょ。それ、ほんとに一個一個豆をこう、そこ、あの、経費使ってさ、ハワイ、ハワイとかの、あー、いいね、コーナーコーヒー、ハワイ行ってくるんで、あれ一本持って、あの、カメラね、バスでついてくる、あー、いいね、あの、電波少年みたいな感じね、そう、二人きりみたいな、いいね、それは、いつかできたらいいね、いいね、はい、そんな感じでね、こんな感じでいいですか、こんな感じじゃないですか、とりあえず、あの、まだ初日なんで、今日は、意気込みだけを、顔が見れただけで幸せです。さっき正直このなんか前にすげえ熱いこと言ったんですけど、カメラ回しなかった。すいません。声が出ちゃったね。我々ね、はい、もうちょっとね、ネタ的に、はいはい、すいません。じゃあそんな感じで、はい、いい日になりそうですね、はい。よろしくお願いいたします。お願いします。お、早速ポスターが貼ってありますね。12月5日ですね、リリースされますニューシングル希望を鳴らせ、はい、まさに今日のお昼1時に発表になったばっかりなんで、ちょっとね、このカルペディエムのツアーのブルーレイも入っています。ね、盛りだくさんですね。和田さん、はい、マニヘブ初日ついに迎えましたね。ついに来ましたね。まああんまりね、その内容いうのもあれですけど、毎回そうなんですけど、今までにないマニアック感がありますね。はい、そうですね、確かにね。まあね、よくこうみんなの中で何をもってマニアックなんですかみたいな話を、うん、まあでもやりますけど、はい、だからその中でもなんていうか、こう新鮮なマニアックさっていうのかな、まあ、わかりますね、わかりますよ。難しいんですけども、でもなんか実際こうやっぱリハーサルから、個人のね、ドラムの練習とかやってて、すごく新鮮な気持ちで演奏できてるなっていうのがあるので、これがまたね、ツアーファイナルの新規版に行った時に、こうどんな感じでまた体に染みついて、このなんていうか、マニアック具合が体に染みついてるかっていうのが楽しみですよね。確かに。いい夜にしましょう。はい、ありがとうございます。はい、ね、今日はね、アクオンのライブということで、こちら楽屋になっております。あ、山田さん、はい、山田さん、到着、山田さん到着、始まりますよ、そろそろ。本番始まります。いやもう、どうですか、心構え、準備万端なんじゃないですか、見るからに。いや、もう準備万端でしょう。万端ですか。これ T シャツ買ってきたから、さっき。マニヘブ T。マニヘブ T 買って。かわいいでしょ、これ。かわいいんじゃないですか、今回。え、知らないですか、今回かわいいんじゃない。そうそうそう。あ、しかも、背中にしっかりと。何、二人組が、勝手に多分バックに入って。何、ついてきちゃったんじゃないですか。パクってないよ、俺。パクってないよ。いや、そういうことじゃない。パクじゃなくて。何ですか、ファンタジックな言い方で、あの、ついてきちゃったんじゃない。あら、これは。ついてきちゃった。これは。あら、やだわ。あら、やだ。ほら、ついてきちゃったですね。寂しくて。来ちゃいましたね。来ちゃいました、寂しくて。
今年はね、ぬいぐるみで発売してます。よろしくお願いします。ね。